松本悟は、バンダイチャンネル取締役会長、バンダイビジュアル取締役。1968年に、今井科学に入社。サンダーバードや、キャプテンスカーレットの模型の設計を行う。今井科学倒産後は、船の設計の職に就くが、今井科学時代の上司の誘いを受け、1970年に、バンダイ模型に入社。宇宙戦艦マト、トラック野郎。 機動戦士ガンダムなどの設計を行う。自身の最後の設計は、1、144ジム。スケールモデル志向が強く、スーパーカーブームの時には、1、20トヨタセリカ 1600GT など精密な模型を、設計、ガンプラのスケール表示を決定している。1982年に技術部部長、1985年に開発本部部長、 その後、玩具開発一部部長、玩具模型事業部ホビー部部長、ホビー事業部事業部長、静岡工場工場長などを経て、1994年にサンライズがバンダイ参加になったことに伴い取締役に就任、機動部東電 G ガンダムに関与する。2002年にバンダイチャンネル代表取締役に就任。2006年にサンライズ音楽出版代表取締役。 サンダイズインタラクティブ代表取締役に就任。2010年現在はバンダイチャンネル取締役会長、バンダイビジュアル株式会社取締役を兼任している。俺たちのガンダムビジネス。ありがとうございます。